狂言寺は、徳島県徳島市下助人町にある、臨済宗明神寺派の寺院。3号は、太勇山。徳島藩主八塚家の墓所があることで知られ、墓所は、国の史跡に指定されている。狂言寺一帯は、助人緑地として整備されている。八塚家や菩提寺としてはもともと、徳島城内に、徳島藩祖、八塚家政の伊吹系で、 臨在州の僧侶となっていた東学が解散した、高岩山福寿寺があった。天正十四年、八塚家政によって、母大寺が、か女人町に移され、二代藩主忠秀によって、寛永十三年に大尾山狂言寺と改められた。境内から、築地米で隔てられた場所に、八塚家大々の墓所が造営された。徳島藩時代は、 八須賀家,家より寺六として五百五十国を配慮していた。また寺院内を狂言寺川が流れている。八須賀家の家祖、八須賀正マサカツと性質、松の墓は他の歴代の墓とは離れた場所にある。マサカツのほか半祖、八須ス家政、徳島半所大タリチンから十三代、西広島での墓が営まれている。ただし、七代、宗永の遺体は、 京都の正常会員に埋葬され、狂言寺の墓には遺発を収める。十代重機の時に万年山に受教式の墓を新たに造営し、八代修鎮の遺体は万年山に改装された。八代及び十代から十三代までの藩主については万年山と狂言寺の両母生となり、遺体は万年山に葬られ、狂言寺の仏教式の墓には遺発を収めている。 ありがとうございます。